私はデブでも明るく陽気な平さんが好きです。感情とうんこは溜めると良くないと分かっているのですが、そうです。感情の流し方が分かりません。特にきつい言い方の人にいろいろ言われた時に嫌な感情になり、このストレスを吐き出せずにいますと。まあ、このようにですね、溜まりすぎてなかなか出ない硬くなった感情にはですね、当社が一軸感情という商品を作ろうと、まあ、営業努力はしておるんですけれども、なかなか商品化できないわけですけれども、まずですね、こう思ってくださいね。あなたにだけこの人は言ってるのかな、ということですね。多分、まあ、いろんな人にそういうことを言ってしまうのでしょう。でもあなたはですね、なんか自分にだけ言われてるというふうに解釈するとですね、まあ、傷ついたり嫌な感情になったりしますけれども、多分、あなたはこうずっと思ってますけど、あなたに感情をぶつける人っていうのは多分その場限りのことが圧倒的なんですね。だからまあこれ一般論になりますけれども、嫌なことを言われた人はもうとにかく長い間ね、ひょっとしたら一生覚えてるかもしれないけど、言った人って本当にもうその場限りで思って覚えてないんですよね。覚えてないことってなぜかっていうと、それは真実ではないからな。ところがなんで一生覚えてるかっていうと、そうよ、私はこんなダメな人間よというのは、あなたはそれを真実にしちゃったからなんですね。そこが試験に出るポイントですよ。さてと、次に、お布団ぬくぬくさん。付き合って2年の独身アラフィーフの2人です。心理的な話、スピリチュアルな話、体の方も合うので付き合いが続いていますが、彼は機関銃トークで私が話す暇がなかなかなく、私は話せない。それすら自分の考えを持たせてもらえないと都度都度怒りを溜めているため、それなりに彼に冷静に伝えたら話すペースを気にしてくれるようになりました。よかったじゃない、言った回があったよね。しかし私は本音を言ってしまった罪悪感があり、それが投影されるのか、彼は私を扱いにくい女だと思っているのではないか、また気を使わせてしまっているのかなと、連絡がない日があると不安で、やはり本音は隠すべきかと思ってしまいますと。でもね、本音を言ったから二人の関係が良くなってですね、本音を隠すとですね、多分あなたが書いていただくように、言わないかもしれないけどイライラしたり不機嫌になったりします。で、そっちの方がよほど関係性がうまくいきませんよ。そしてね、今今日僕に言ってくれたことは全部彼に言ってください。なんかさ、私がこの前あんなこと言っちゃったじゃない、だからなんかあなたが扱いにくい女だかなと思ってなかなと思って、でもね、言わずにあなたが不機嫌の方がよほど扱いにくい女だったですよ。はい。で、連絡がない日があるとね、なんか嫌われちゃうか不安でね、思っちゃうのよね。あなたに嫌われたくないのって、これを言うべきです。もっと親密感を持てるようになりたいのですが、これを言えば、何バカなこと言ってんだよお前、なんかと思うわけじゃないじゃないか、僕もちょっとお前のことを考えずに言い過ぎたな、いやまあ本当、ああこれ言うのが親密感ということですから、頑張ってください。はい。続きまして、ミカエさん。婚活パーティー、結婚相談所、マッチングアプリ、すべてダメでした。私がデブだからでしょうか。しかし私はデブでも明るく陽気な平さんが好きです。この一言で採用しました。じゃあ、ミカエさん、今日はウブなデブとラブの話で盛り上がりませんか。あなたがですね、まあ、体型のお話をしますけれども、デブがあなたにとってマイナスなのか、私は結構デブを売りにしてここまでのし上がってきた人間ですから、私なんかですね、歌って踊れってこの体型っていうのは、インドではもうほんとスーパースターの案件、私で映画を撮ってるようなもんなんですよ。でね、日本ではそうじゃないかもしれませんけれども、大体ですね、西洋に行くと日本のデブって言われる人はほとんど普通で、もう絶対モテる案件なんですよ。だから多分、もしあなたはね、日本がダメならね、外国の人になってください。うちもね、この前僕以上にすっごい大きい方がいらっしゃいましたけれども、今日多分見てるんじゃないかなと思いますけど、
その人の彼はやはり日本じゃなくて外国の人にはめっちゃモテてましたからね。ワールドワイドなんですよ、我々は。ね。もう、頑張りましょうね。見本になりましょう。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス平のレクチャー映像が52本、音声だけの菊丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるってもう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス2万3100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス6万3800円。人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円。もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、 Zoom の講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。